初めて先生さよならをリアタイするんで、ちょっと寝そうになってたから、スペースして、せっかくだからなんかさっきも下しつくかと思って今、開いてみましたが、結局コメントはどうやって、なんか何が一番都合がいいコメントのやり方なんかは、わかりませんが。なんだっけ、これ、このタイトルのやつでなんか、なんか、やって。ちょっと、なんか、誰かなんかやって。なんか、わかんないから。これで、なんだ、つぶやきゃいいのか。つぶやくじゃねえな。ポストやな。は？ん？でいいんだよな。ん？うん。なんかとりあえずわかんないけど、ハッシュタグでなんかそれでやって。なんか、コメント飲むじゃねえよ。そこにあるやつで、なんとなく読みます。そう、初リアタイなんです。何気に。今まで、これ何？どうやって？は？ 全然みんななんかそのハッシュタグ。先生さよならって今検索してみたんだけど、なんか全然ないんだけど、みんな。4通、よ、4通っていうのか知らんけどさ、こういうの。しかない。から、なんか。え？な、俺がなんか、だ、な、は？なんだこれ。俺がなんかしなきゃダメなんか？なんだこれ。なんだこれ。出てやんだ。なんか、発言の許可を求めてますって人いるんだけど、そういうのやめて。めんどいめんどい。よくわかんない。どうしていいか。まあ、とりあえずなんかさ、その、ハッシュタグを、俺が、出せばいいの？ん？なんていうの？ポストすりゃいいの？知らんが。まあいいさ。そう、なんかありがとう。なんかやってくれてるっぽい。皆さんが。ありがとう。まあやっぱりこの時間ってのもあるし、あと、俺、ラビットが隔週あったりするから、火曜日にね。ってなると、まあ、見れなくて。ちょっと早めに寝なきゃいけないから。寝たくないんだけどね。寝るの好きじゃないから。そう、それで、でもなんかまあ、寝なきゃじゃん。だから、で、あと、この間、リアタイしようかなって思った時は、ソファーでがっつり寝落ちしたから、気づいたら、24やってたわ。なんか、そのまま、なんかわかんない。流れてたやつなのかな？多分。そう、だから残念だなぁと思って。TVer ぶん回してんだけど。あ。結構、来てるって。こうやってみんなこうやって見てんのかな？大石さんいない？大石正義さん、ちょっと。やり方わかんないよ。大石さんのスペースしか聞いたことない。なんかでもこの時間までみんな起きてんだね。ナイスじゃん、ナイス。あ、ちょっと、シャチさんや、ちょっとなんか、なんや。
うんうん。明日は伊達様がラビットですよ。ね。うん。ツナ。いやー、マジで、違う、結構ね、一個前、一個前、一番前、え今日何、4?3?4 かな ?4 は。だから一個、だ先週やってたやつも見たんだけどさ、なんか、マジ、こっからどうなっちゃうのみたいな感じじゃん。せいぜいさよならも。気になるね、うん、うん、うん。ね。なんか、翔太がさ、すげえなんか翔太が結構アドリブで入れてる動きみたいなものが見えてたりするのよ。やっぱりこっちとら長年一緒にいるからわかんない、そういうのが。でもなんかそれも相まって、その学生時代の時のやつとかもそうだしさ。なんか、こちらとしては見やすいんだよね、すごく。ねえ、ドキドキするよね。あれ ?58 分からだよね。あ、ちなみに番組始まった瞬間消すんで、これ。通話切るんで。あ、シャチ?うん。そうね。そうそうそう。そっち行きな。なんか、ある、明日フラゲ日ですね。そうですね。明日フラゲ日ですね。お、難しい日本語。え ?14 日発売なんですけど、あ、もうフラゲ日だ。もうフラゲ日だよ。そう、ね、シングルが、10枚目のシングルがね。そう、ショッピーアドリブしてんのって全然わからないって人もいるけど。ね、翔太自身が言ってた。そう、結構こう、現場で、アドリブでのところを求められるところがあるんだよねって。いいじゃんっつって。今日の簡単なライブライブ見ました。ありがとうございます。今日はラブトリガーとビールゴトゲーザーの2曲をね、フルサイズをね、やらせてもらったんだけどね。やっぱこう、いいよね、フルサイズって。なかなかやる機会ってないからさ。こちらとしてもすごいこうやりがいがあるというか。途中、大悟さんの、やつ、入ってましたねって書いてて、そう、ウィッシュでおなじみのブレイカーズの大悟さんの、ノリをやったら、翔太がめっちゃすっげえ気に入って急に、めっちゃやってくんないって急にすごい言われるようになったから、今日ずっと大悟さんやってた。そう、なんかわかんないけどね。やっぱ体が勝手にこう動いたものをそのまま表現してしまう。佐久間っちゅう生き物は。あ、なるほどね。地方だと時間ちょっとずれたりするんだ。え、斎藤 P インの兄様のプロデューサーです。サイトピー、アイ、ツナでした。嫉妬してんの、お前。僕と遊べよ、つってんだろう。遊んでやろうか。おり。これはさ、うん?あと3分ぐらいじゃん。TVer 分回し組の人もいる。そうね、やっぱりこうね、前後に予定あったりするだろうからね。みんなそれぞれね。そう。ドラマ班をいつもの方々と呼ぶ、ちゃんに笑った。いや、俺らも笑ったわ。いつもの方々、ドラマ班のことをね、いつもあそこで曲終わりに、バッて言ったりするから、いつもの方かなって言ってくれてる。なんか、いいね、嬉しいですって、なんか、親しみ込めて言ってくれるのは。そう、スタッフさんとかにもね、こう、
オープニングじゃあって、やっぱオープニングっていろんなアーティストさんも一緒にさ、ずっとみんなでいるんだけど、皆さんみたいな、仕切る方がいるの、スタッフさんで。じゃあ本番始まるんです、もう元気よく楽しんでくださいみたいな。言ってくれるから。元気よくでいいんですかって言ったら、もう全力でやってくださいってすごいね、言ってくれるからね。いつも楽しくね、カウントダウン TV さん、特に、ちょっと楽しくやらせてもらってます。ありがとうございます。1万人、あ、ごめん、今、カチャンって。1万人の方？なんかリクエスト、これ間違えて押してんのかな？知らんけどさ。リクエストしてる人、絶対にリクエスト俺が招待するわけねえんだから、好意的にやってる人はやめらない。めんどくさいから、そういうの。1.6 万人の方が聞いてる。ありがとうございます。みんな、先生さよなら待機してんの。お、待って、あと1分ぐらいじゃね？言ったけど俺途中で切るからね。途中でも切るからね。いやー楽しみだ。やっとリアタイできるわ。リアタイしてるときってなんかその CM とかもさ、いいよね。あ、これなんだとかさ、なるしさ。ヘブンズバーンレッドのね、じゃあ、ヘブンバーンレッドの、エンジェルビーツの CM 見るとちょっとテンション上がるよね。エンジェルビーツやーってなる。いいね。あ、これ、危ねえ、まだやんない。すごいね。じらしてくるね。なんかもう、58分なんだけど、まだやらないんだ。皆さん、今日も一日お疲れ様でございます。もうすぐこれ切っちゃうんですけど、多分、ドラマ始まったら切っちゃうんで、みんなもぜひ、一緒に見てください。先生さようならというドラマを今待機してるんですけど、佐久間一切出ておりませんが、メンバーの渡辺翔太が出てるんで、はい。やっと今回リアタイできるんだね、今日。よかった。スペースしたから寝ないで済んだわ。なんか寝ちゃいそうだなと思って。ほな、どうだ。まだだね。危ない危ない。今一回こう、あれこれ4ちゃんだよなと思って今。確認したわ。まあ、そんな感じ。先に言っとくか。じゃあね。